もう音ですぐ分かるな。なんか調子良さそうなんですが、お疲れちゃーん。ガソリン臭。10センチぐらい。はい、オッケー。色が。おい、お疲れちゃーん。ブレイクのとまるさんでちた。じゃねー。はい、毎度です。ということで、昨日、ブレイクのとまる教授にですね、ローラーロッカーアーム、バルブの、ちょっとタイミングというか、開き度具合と、それからもう一回、デスビを少し進めてもらって、でちょっと年長をですね多く、しました。燃費悪くなると思うけど、アイドリングが約900から1000で、ドライブ入れて600から700、それでまあまたちょっと様子見て走ってみます。そんで、まあでもいずれにしろ、エンジンミッションのオーバーホールは予約を、もう入れましたので、ちょっといつになるかわかんないけど、まあ夏かなーとか夏前かなーとか夏過ぎかなーとかあれですけど、まあ終わって楽しんだ後は売却予定のつもりでいます。ただまあお値段がお値段なので、まあ今んとこちょっと、2人ほど、オファーがありましてですね、お値段を伝えました。いくらエンジンミッションオーバーホールとか、まあその他ちっちゃいとこいくらかかるかわからないけど、まあ値段はもう決まった値段を伝えてありますんで、うん、まああとは売れなければ売れないで少しずつプチ板金をこうしながら、維持していきたいと思います。うん、っていうことでした。じゃあねー。